出発ギリギリで、すみません、お邪魔します。お願いします。どうもありがとうございます。今回代表という話をいただいて、バレンの曲性は、まあ、グループとしてもエビジェクトリースの総本店としてとても、ね、嬉しい気持ちともに、欲しいようなビルというかね、改めて責任が大きいなと。めっちゃ、はい、ダッシュで綺麗にしました。あ、本当ですか。すいません。ありがとうございます。いやいや、やっぱ相変わらず綺麗ですね。いや、とりあえず掃除機だけ。あ、なるほど。はい。すごい。この前より片付いてるんじゃないですか。あ、本当ですか。はい。あ、何飲んでるんですか。コーヒーです。さすが。目覚めの。あ、毎朝飲むんですか。あ、飲みますね。へぇ。二日酔いだと飲まないですけど。イメージ通りです。イメージ通りです。いきますか。はい、はい、これつかな。あ、そうやって選ぶんですね。そうですね、この子は最近の子なんで、この子はこの子でいきます。これ今つけてるのがおいくらで、これ定価が500ぐらいなんですけど、でも絶対気分変わると思うんで、はい、もう一本持っていきます。なこれを持っていく、これ持っていくやつです。色違い、シルバーとゴールド。そうですね、こっちはステンレスなんでギラギラしてないじゃないですか。よいしょ。これはどこのジャケット。これはマルジェラですね。30ちょいだったと思います。はい、でも一生も着れるんで。なるほど。自分が太らなければ。駐車場が高いっておっしゃってました。いや、高いですね。平置きで5万5000なんで。あ、ごめんなさい、これです。これです。アウディの S8 っていう。いいじゃん、ぴったり。時間通りですね。何年ぐらい。これ、どんくらいかな、2、3年どうだったかな。あれ、車が OK。車、あれです、多分親父の影響かもしれないですね。親父ずっと自動車メーカーで働いてたんですよ。はい、あ、そうですか。はい、あの、ホンダ技研っていう会社だったんで、昔あの F1 にあの参入してたんで、その時からこう家になんか F1 のカレンダーとかポスターとかいろいろ貼ってあったんですけど、もう刷り込まれてたんですよね、憧れみたいなのが。ラーさんはポストはあんま車持たないんで、うん、自転車で移動する動画とかもあったんですけど。はい、そうですね。ランさんは車はあるんですか。あ、車ないです。あ、車ないんだ。はい、毎日店に出勤してお酒飲んで帰ってくるんで、 いつ乗るんだろうっていう。あ、でもまあ合理的だと思いますけどね。うん、車ほどシビアじゃないじゃないですか。あ、うん、自転車乗らないですか。自転車は乗らないですね。めちゃめちゃ時間通りにつけましたね。どこにいるんだろう。多分そこら辺にいると思うんですよね。あ、いました、いました。ここら辺です。この怪しい集団です。空港でホストの集団ってめちゃめちゃ目立つんですよね。なるほど。もう、よし。
おっす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 何食べてるんですか？なんか唐揚げ結びみたいなのあったんだよこれをスワベンが今並んでたんで、あれあくまでの間に食べたのまあ、とりあえずのつなぎですもう食べてます、うん、旅行行く前にこれちょっとなんか小腹すいたって言って我慢できないやつと寿司屋でビーフなんかコーラ頼むやつは嫌いです。思います？今から向こうが行くのに海鮮丼食うんですよ。いや、本当そうですよ。弁当みんな食べてるんですよ。みんな食べてるあれ、トラさんのお弁当食べてるんですか？あ、そうなんですよ。空港に行ってから食うんじゃないですか？あ、そっか。でもどこでご飯食べてもあんま変わんなくて俺は結構そんな感じで思っちゃう。あのでも代理店の方がいらっしゃったんですけど、旅行代理店の。おお、はい。誰もトラブルとか金とか、はい、そういうのがなくて、はい、あれは本当に毎回優秀ですねって言われました。助かります。なんかまとめになってきても。あれ、ウタさん結局食べてるじゃないですか。確かに。いや、さっきの撤回します。マグロ好きなんです。ホッキ貝とこれも。すごい、後ろの席が全員ハーレムの方です。大体あの団体で撮ってるんで。なるほど。まあ機会が違いますけど。あ、トンマさんグループナンバーはめちゃめちゃ飯食ってました。何食べてるんですか？みんな食いますね。じゃあ、あれちょっとあの、こたまると迷惑かかっちゃうからここよけて。カズに誰かタクシーの受け入れてもらって。あ、ここですか？ここです。あ、ここに置いていただければ大丈夫です。はい、綺麗なお風呂ですか？そうですね、あの、はい、あのこっちの水割りがすごい綺麗ですね。そうなんですよ、ここ水浴びするのにすごい広くて、いいんで。あれ、他の従業員の方々はどこに泊まってるの？はい、正面です。あ、あの紫色のかな。はい。で、あれもなんかハイアット系のホテルとかそういうことではない？いや、全然関係ないです。あ、違うホテル。はい。あ、で、そこで、あの一人一部屋とかじゃなくて、はい、数人で一部屋。あ、そうなんですか？はい、多分3人くらいかな、はい、で、一部屋なんですよ。へぇ。で、それで一人部屋にしたい人は、はい、プラスアルファであのお金を払ってねと。あ、いうので一人部屋にできると。なるほど。で、その一人部屋も一人部屋でもきついわっていう人たちはこういうのを各自で撮るという流れです。こっちでもカメラ。何人いましたっけ？ 15ぐらいいます。すごいな。アリアと、はい、おっしゃ、行くぜ。よっしゃ。あれ、なんだっけ。お願いします。お願いします。ね、当初ね、ちょっと天気悪かったけど、歌舞伎町こんなに太陽照らしてこない。差し込まないです。差し込まないね。うわー、気持ちいい。来たね。これが糸島じゃない？この感じよね。これか。これやな。なんかトトロの森っていうところがあるみたいで、僕トトロ好きなんですけど、ジブリめっちゃ好きで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。普通の森っぽい。いや、これはトトロの森なんですよ。すごいな、この道すごいね。なんでこう木がこう斜めになってるか分かる？日立がここ通るとき猫バスが通るんですよ。猫バス通ると日立がこうやって避けるよ。へぇー疲れてるね、君たち。どんなんかな。
なとこにあるな。すごいとこにあるな。すごいな。これあれやな。沖縄みたいな。確かに。うん。これあれやん。メイ、あ、おい。まもなく目的地に着く。うちのナンバーワンが。到着しました。うわ、みかんだ。お、ここでバーベキュー。いいやん。いいやん。いいね。かえさん。さ、なんか、なんかばあちゃん家来たみたいな気分。めっちゃいいです。ね、します。田舎やな。東京から。東京です。あ、これや。お、これが噂の。わ、釜。やば。すげえな。これで米炊こうよ。これで米炊いてカレーつけたらめっちゃうまい。めちゃくちゃうまい。すげえ。最高やな。巻きでか。きれいな。やば。やっぱジブリの街やな、ここは。うわ、すげえ。すごいね。すごいね、やっぱ。かっこいいね、あれや。いいね、いいね。すごいね。来ました。バーッと。さすがに太りそうだな、今回ずっと。こういうの幸せ、やっぱり。